日独防協協定に調印する立憲トロップを見守る武者の工事公共、大正天皇即位大礼の天儀漢字の武者の工事公共、武者の工事公共八月二十九日から九百六十二年四月二十一日は、日本の家族、外交官、武者の工事や第十代当主、借位は死者。以階は、正二位。作家、武者の工事寂やつの二位。死者。 武者の工事サネヨの三男として、東京府東京市工島地区に生まれた。1887年に、父、サネヨが、肺結核で死去したため、武者の工事家の家督と死者位を継承した。東京帝国大学法学部を卒業後1907年に、外務省入省。上海総領事館勤務を振り出しに、ルーマニア県ユーゴスラビア、デンマーク県スウェーデンの、 各講師を経て、1933年に中トルコ大使、翌1934年には中毒大使に就任、日独防共協定締結の交渉にあたり、日本側全権として同協定に調印した。1938年に外務省を退官、区内省、総佐都市両総裁に転じ同職を1945年まで務めた。第二次世界大戦後、 GHQ により公職追放を受けた。1951年の追放解除後は日独協会会長を務めた。没後、聖2に除せられる。三権の長以外では最後の例である。40年にわたるヨーロッパ勤務の経験をもとにした以下の著作がある。ありがとうございます。